こんにちは、ゆっくり霊夢よ。今日は小田急新宿駅に来ているわ。さて、いきなりだけど今日は小田急に乗るわよ。前置き考えんのも面倒いし、ちゃっちゃと行きましょう。最初に乗るのは急行唐木田駅。まあ最初も何もこれしか乗らないけどね。というわけでこれが唐木田駅の車両。いにしえの小田急民の中の人的に小田急イコールクリーム色の車体だけど、今はもうこの形式以外は銀と青ベースみたいね。はい、出発。一呼吸置く間もなく終点に向けて動き出したところで、早速今回の路線の紹介から。今回乗るのは小田急線の小田急多摩線。途中新百合ヶ丘駅から分岐して唐木田駅まで至る。全長 10.6 キロの路線ね。道中の区間のうち代々木上原上りと間は、上下の線路が2本ずつある複々線となってて、さらにこの先下北沢駅の周辺は、世にも珍しい地下の2層式複々線となっているわ。こっちが下層であっちが上層ね。その先の複々線区間はほとんどが高架になってるから、こうして見ると新幹線の駅を通過してる気分になるわね。まあ実際は時速100キロ出てるかも怪しいラインだけど、多摩川を架ける橋を渡り切って神奈川県に入ると、複々線区間最後の駅、上りと駅が見えてくるわ。ここから隣の向こう側遊園駅までは区画整理が間に合わなくて、上りが2本で下りは1本という3線区間になってるけど、正直ただの複々線よりよっぽど珍しいわよね。この急行は向こう側遊園駅に停車して、後続の特急ロマンスカーの退避を行ってから出発するわ。正直今回のテーマなんかよりあっちの方乗りた、この駅の小田原方には引き上げ線もあるから、当駅止まりの列車がここで折り返していけるわ。地下鉄千代田線乗ってるとたまに見かける行き先よね。そんなこんなで多摩線の起点、新百合ヶ丘駅と、右手には新宿方に作られた2本の引き上げ線が見えてきたわ。小田急には新百合ヶ丘までの複々線延伸構想があって、引き上げ線が2本あるのもそれを見越してるからだそうね。実現するかは知らん。新百合ヶ丘駅自体は1974年の多摩線開業と同時にできた駅で、周りに何もない丘陵地帯をかっぴらいて作られたけど、今では川崎市北部の核を担う駅にまで成長して、地下鉄ブルーラインの延伸も計画されてるわね。新百合ヶ丘は小田急で唯一全ての種別の列車が止まる駅で、駅も3面6線の巨大な作りだけど、多摩線の列車は大体真ん中のホームに止まるようになってるわ。小田原方面の列車と乗り換えるのはちょっと面倒くさそうね。はい、到着。新宿からここまで急行として運行してきたこの列車は、この先から木田まで各駅停車に種別を落として運行するわ。はい、出発。ぐちゃぐちゃに敷かれた分岐器をまっすぐ踏み越えると、この先の線路は計4本敷かれてて、外側が小田原線、内側が多摩線の線路となり、多摩線の線路は高架になって小田原線を飛び越えていくわ。なんか相鉄泉の線でも見た光景ね。多摩線が開業した1970年代、東京西部の丘陵地帯を開いた大規模ベッドタウン、多摩ニュータウンが開発されていたわ。この話は過去にこのチャンネルでも何度かしてたかしらね。それと同時にニュータウンから都心に向かうための交通網として、小田急と京王が新線を建設する運びになったわ。ちなみに西部も多摩川線を延伸させる案を出したけど、中央線の混雑を激化させるということで没になったわ。このルートで走る多摩川線も見たかったわね。そんなこんなで多摩線内最初の停車駅、さつき台駅に着いたわ。さつき台駅の乗降客数は小田急線全体でもワースト10。それどころか急行停車駅以外は全部60位台で、多摩センター以外はどこも下位 50% と、どうにもしょっぱい数字が並ぶわね。そんな中でも比較的利用者数が多いのが次の栗平駅、2003年に急行停車駅となって以降、小田急不動産などが積極的に住宅販売を行って、住民や駅の利用者もじわじわ伸びてきてるわ。当初は2面4線の追い越し可能駅として設計されたけど、結局そこまでの設備はいらないと判断されたからか、余った用地はエレベーターや新しい改札口に回されたそうね。それでもラッシュ時はホームもかなり混み合うみたいだから、ホーム幅の拡張に当てても良さそうなのにね、端っこの方結構狭そうだし。はい、出発。これまで見てきた通り多摩線の起点は新百合ヶ丘だけど、当初の計画は北見駅のあたりから分岐させて、読売ランド付近を通って多摩センターに至るものだったそう。ただこの経路は多摩川を渡る橋を新たに架ける必要があるのと、同時期に計画されてた京王相模原線と丸かぶりだったことから、百合ヶ丘柿尾間に新駅を作って分岐させるという、今現在の形に修正されたわ。次の黒川駅とその次の春日野駅は、歩いて10分ちょいのところに京王の若葉台駅があって、3駅を三角形の頂点に内側には住宅街が広がってるわね。ちなみに春日野駅の開業は2004年と、小田急の駅では唯一の21世紀の開業で、風力や太陽光発電も兼ね備えた21世紀らしい駅になってるわ。はい、出発。春日野駅を出てすぐのトンネルを抜けると、進行方向右奥に何やら鉄道車両のようなものが見えたけど、小田急多摩線はここから多摩センター駅のあたりまで、同時期に開業した京王相模原線と並走するわ。緑のあいつは直通先の都営新宿線の車両ね。地図を見ても青い小田急とピンクの京王が、途中間点にマンマークでぴっちりくっついてるわね。山王工業のディフェンスみたい。本日何度目かのトンネルを抜けると、小田急多摩線の初代終点、小田急長山駅に着くわ。ここは隣の京王相模原線との乗り換え駅で、さっきの緑の車両も止まろうとしてるのが見えたわね。ちなみにこの駅まで先に開業したのは小田急で、数ヶ月遅れて京王がたどり着いたわ。はい、出発。先にスタートした京王を追いかけるように動き出したところで、同じ新宿駅を起点に同じ多摩センター駅まで至る、小田急多摩線と京王相模原線を比較してみましょう。
ょう。まずは開業のタイミングから、長山までは小田急の方が先の開業だったけど、この先多摩センターまでは逆に京王の方が先に線路を敷いたわ。続いて運賃面での対比、小田急の方が若干遠回りなルートを辿ってるのと、京王の運賃設定がもともと安めなのも相まって、ここでは京王の方に軍配が上がるわね。続いて運行形態、京王の方は開業当初から新宿まで直通運転をしてて、優等種別もガンガン走ってたけど、片や小田急は複々線開業前で線路容量が逼迫してて、開業時点では線内完結の各駅停車しか走ってなかったから、正直開業時点では勝負になってなかったわ。でも小田急の方も後のダイヤ改正で優等種別を設けたり、複々線完成後は新宿までの直通列車も増発したりして、今はだいぶ改善されて京王と勝負できるようになったわね。お次は所要時間、これは朝ラッシュと日中でちょっと事情が変わってきて、基本的には京王の方が早く着くけど、ラッシュ時はむしろ小田急の方が早く着くことが多いわ。京王は複々線もなってよく明大前のあたりで詰まるから、おそらく目いっぱい削り取ってのこの数字なんでしょう。複々線の恩恵は本当に目を見張るものがあるわね。最後に乗降客数、開業後しばらく京王にトリプルスコアつけられてたけど、優等種別の設定や速達化の回もあって、近年は小田急も京王の6割くらいを維持しているわ。最終的には安くて安定感のある京王と、朝ラッシュ時に理論上最速を出せる小田急って感じで、やっぱり京王を使う人のが多くはなるのかしら。それでも小田急多摩線も昔よりかは格段に使いやすくなったし、あとは小田急と京王でそれぞれ違う地下鉄に直通してるから、あとは行き先に応じてお好みでってところね。というわけで多摩線の2代目終点、小田急多摩センターに到着、京王相模原線と多摩都市モノレールはお乗り換えね。今でこそ小田急は2面2線の作りだけど、昔は両脇にもう1本ずつ線路が敷かれてて、さっきのシーンにも当時の痕跡が見て取れるわ。はい出発、ここまでぴったりくっついてた京王のマークを外し、両者のいさかいを高みの見物してるモノレールをくぐったところで、次は終点、唐木田駅ね。右隣の上り線路とやけに間隔が空いてるけど、これはもともと終点だった時代に引き上げ線があった名残ね。1990年にこの先唐木田駅まで延伸して、同時に駅に併設する車両基地も作られたことで、駅構内の日本の線路ともともお約5年となったわ。まあすぐ近くに終点も基地もあるのにいらんわよね。ところで隣を走ってた京王相模原線は、橋本駅までの開業をもって全通という扱いになってるけど、小田急多摩線にはこの先 JR 横浜線の相模原駅を経由して、JR 相模線の上溝駅まで延伸する計画があるわ。その昔やった相模線編で上溝駅を通った時にも、歩道橋に早期延伸を訴える幕があったわね。ただ採算性の観点から上溝までの一括開業は難しいとされてて、唐木田相模原間の先行開業という方向で話が進んでるから、上溝までの延伸はちょっと雲行きが怪しいわね。もっと言うと上溝駅からさらに先、相模川西部を抜けて本厚木駅まで伸ばす計画もあるけど、これに関しては全く具体的な動きはないわ。相模原にせよ上溝にせよ本厚木にせよ、小田急多摩線が全通するのはいつになるのかしら。ちなみに小田急多摩線の延伸計画の中身は、輸送力向上のために多摩センターの引き込み線と副本線を、もう一度作り直そうという案も盛り込まれてるわ。もし順調に上溝駅まで延伸できたとしたら、確定から木田駅が急行上溝駅を対比するシーンが見れるかもね。というわけで3代目にして現在の終点、から木田駅に着いたわね。ニュータウンの清掃工場を作る見返りに地元民が求めた西岸駅で、多摩線内に車両基地を設けたかった小田急側の狙いもあって、この先にある車両基地と合わせて作られたわ。後で改札でたら近くまで見に行ってみましょうか。はい到着、から木田駅の出口は先頭車両寄りの一箇所だけだから、ドアが開くや否やゾロゾロと中の人たちが集まってきたわね。この列車が着いた後すぐに左の急行が出発してって、その後右の各駅停車も後を追いかけていったわ。数年後にはこのクリーム色の並びも珍しくなってるかもね。ひとしきりホームから人もいなくなったから改札に来てみると、なんていうか、こう、すげえ普通ね。改札を出て近隣の地図を見てみても、近くにあるのは住宅街と小中学校と女子大、あとはゴルフ場があるくらいで大規模な商業施設はなさそうね。ここはもうサクッと基地見に行きましょうか。というわけでこちらがその車両基地、すでに何編成か止まってるのが見えるわね。多摩線が延伸したら左側2本の線路の先を掘って、そのまま上溝方面に繋げるんだとか、工期が見えないのは大部分が地殻管なのもあるのかしら。そんなこんなで今回は小田急多摩線に乗ってみたけど、いかがだったかしら。4代目の誕生はいつになるのかわからないけど、今後は人口減少による旅客需要の低下もあるでしょうし、計画がホットなうちに鉄路が続くといいわね。というわけで今回の動画は以上になるわ。ご視聴、ありがとうございました。